ラグビー X はラグビーユニオンより正確にはラグビーセブンズの編集であり、1チームは5人の選手からなる。試合時間はかなり短く、大抵はハーフタイム休憩なしで10分間である。試合はよりスピードとアクションを備えたラグビーセブンズの編集として、ベンライアンによって考案され、2019年10月29日に、 オーニーアリーナ6チームによる国際大会として初めて始まった。ルールはラグビーセブンズと似ており、ワールドラグビーによって承認されている。試合はテンポの速いセブンズとなることが意図されているが、7人制とは対照的に、その規則はラグビーユニオンの古典的ルールとは大きく異なっている。本プロジェクトは当初、フィジー代表のコーチとして、 オリンピックで金メダルを獲得したベンライアンによって、ワールドラグビートルフの協力を得て始められた。女子トーナメントはイングランド、男子トーナメントはアルゼンチンが優勝した。AB、ラグビックスルールズ。ラグビックス、2019年12月7日閲覧。ありがとうございます。